チャオ、こんにちは。今日はアーリオオーリオエペペロンチーノやります。もう定番中の定番です。材料こちらです。じゃん。これイタリアンパセリを刻みました。これはニンニクを細かく刻んだもの。あとパスタですね。それだけです。では行ってみたいと思います。ではまずニンニクを全部フライパンに入れますね。そこにオリーブオイルを足します。たっぷりね。これはエクストラバージンだけど、ピュアオイルっていう精製オイルでも大丈夫です。が上がったらこうやってすくって、あとでトッピングにします。これはい、次にこちらにね、唐辛子入れていきます。でこれはイタリアの乾燥唐辛子とパセリとニンニクのミックスなんだけど、特に唐辛子を中心に、1人小さじ1杯ぐらいだね。すごい辛いんで、これ入れていきます。乾燥してるんで、すごい焦げやすい。気をつけましょう。で、ここに、パセリをね、入れるわけです。で、もうここで一回火止めちゃいます。
大体このぐらいですね。パスタに下味をつけるためにとても大事なことなので、まあ家ではちょっとみんな少なめだと思うので、ちょっと思い切って多めに入れましょう。パスタ入れますね。こういう感じです。で、この茹で時間は標準茹で時間が12分なんですけど、これを10分または9分ぐらいで揚げます。もう 2,3 分早い感じで揚げる、これ大事なことなんですね。はい、ではここでですね、パスタの茹で汁をこの鍋に入れていきます。とりあえず1杯でいいけど、途中で足してもいくので、で、これはもうアリオリオペペロンチーノのソースになるので、味チェック。で、もし塩とか足んないようだったら塩足します。はい、ちょうど時間になりました。まだ少し硬いですね。で、これをここに移す。で、弱火にしながら、ここで最後の2分を茹でるわけですよ。ぐるぐるぐるっとかき混ぜながらですね。冷めていくうちにどんどんこれスープを吸っていくので、まあ、パスタの中に味がこう染み込むと同時に乳化もできるということで。まだパスタ硬いですね。これは。で、この汁が今こんなにいっぱいあるんですよ。これ多すぎですよね。で、これをこの麺に吸わせていく感じです。弱火で。あまりバチバチ言わせないようにしましょう。で、今こんな、さっきからの水分量がここまで減りました。はい。こんな感じですね。ここでもう火を入れます。シャバシャバなアリオーリオもちょっと気に入らないんで、このぐらいがベストです。じゃあ盛り付けます。盛り付け入ります。アリオリオエペペロンチーノいただきます。乾杯。サルテ。辛い、うまい、辛い。もうちょい水分が多くても大丈夫ですね。辛いけどうまいね。この麻薬のような、これイタリアではね、あまりメニューに載ってないですね。なんでかっていうと、スードみたいなもんなんです。高級なレストランでアリオリオペペロンチーノにしますって頼んだ時に、みんな笑ってました。トラットリアとか普通の店はありますけどね。そういう感じです。シンプルだけどうまい、辛い、うまい。ということで今日はアリオリオペペロンチーノをお届けしました。ではまた。チャオチャオベディアオチャオ。では食後のデザートいただきます。今日はチョコレートケーキですね。カプチーノ、うまいっす。あー、イタリアみたい。